最高だけど、ちょっと待って、やべえ、ムカデがいる。あ、やべえ、こっち来る。やべえっす、ムカデ、ムカデでかでっけえよこれ。お、やべ、あ、あれ、どこ行った。はい、先ほどちょっとね、一杯飲もうとしたらムカデが、めちゃでけえムカデが、はい、結構ビビりました。結構早いですね、ムカデはね。さすが100本の足はい、そんなわけで、飲んでます。はい、あー、でもソロキャンプもいいんですけど、やっぱり仲間といつもキャンプしてるんで、ちょっとなんか寂しいっていうのがちょっとありますね。はい、寂しいというよりもマジ怖えっす。はい、周りに誰もいないんでね。しかもあの鈴の一件があってから、やっぱ怖えっすね。でも荒新さん電話したら来るかな。でも仕事、まあ今仕事行ってるんで、頑張ってって言ってたんで、まあ来ねえかもしんないですけど、ちょっと電話しみようかな。どうすかな。ちょっと電話します。はい、まあソロではなくなるかもしれないですけど、まあ荒新さんがいればね、一人いれば10人いるようなもんなんで、ちょっとね、ちょっと電話してみますね。はい、森子さん、おい、森子ちゃん、来た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 じゃないよ。電話して、いや、もう最高だよ。怖いから来てくれって。ちょっと飲みましょうよ。えす。あれ、大丈夫でした？仕事は大丈夫だけど、仕事終わって帰って子供の風呂入れて、はい、飯食って、はい、寝ようかなと思ったら、いやー、ちょっと寝ようかなと思ったら、あなたから電話かかってきたんだよ。さすがですね。どうです。あの、来ちゃいました。あの、何？モリコンが、あの、怖いから。怖えから来いと。はい。怖えから来てくださいと。そして、あの、夜会を楽しま、はじめね、夜会やりませんかとか言って言われて。電話かかってきて、モリコンどう？楽しい？大丈夫？順調？とか言ってたら、アラシンさん暇ですか？とかって言って。で、暇だったら、ぜひ夜会やりませんか？ちょっと来てください。すげえ遠回しに言われて、何怖えのって言ったら、はいって言ってましたからね。でも実際問題、夜会好きでしょ。夜会好きです。夜会好きですよ。もちろん。今宵の夜会のために。乾杯。はい。せーの。乾杯。ね。じゃあちょっと、アラちゃんです。オファーをしたアラシンさんが、駆けつけてくれて、これでね、もう今日は安眠できます。まあそんなわけで、ちょっとね、このローソンのホルモン鍋、これをね、ちょっと2人前買っておいたんで、これをね、今荒新さんと一緒に食しております。はい。うん、最高。うまい。このね、やっぱり、オファーをしてすぐ駆けつけてくれるっていう、やっぱりね、友人は本当に大事です。はい、普通来ねえかもしれない。来ないですね。まあそんな感じで、アラシンチャンネル、ぜひね、登録、まだ登録してない方、チェックインです。多分登録してくれてると思います、皆さんね。多分登録してくれてると思いますが。うん、ぜひ
ポチっていただけましたら非常に嬉しいです。はい、あの1回ポチってくださいね。2回ポチると解除になりますからね。そう2回ポチると解除です。そうそう、はい、そこは要注意です。そう、そこは要注意。1回でね、魂を込めて1回、はい、なるほど。まあそんなわけで乾杯。すごくね、会話も盛り上がり、まあインスタライブもね。そう、先ほどインスタライブ配信やらせていただきまして、はい、お越しいただきました方々と思って、楽しかったです。早朝インスタライブ配信、はい、ゲリラライブ配信。ゲリラね。思う存分楽しみましたね。楽しい、はい、楽しかった。楽しいひとときを楽しんだんで。最高の休日。まあ明日もあるんで、これぐらいでちょっとね、今後とも。ローカルキャンパス、まあ今日ね岩友さんいませんが、あの岩友さんもね、一緒に、よろしくお願いいたしまして、ね、ゆっくり寝ましょう。ゆっくり寝たいと思います。7時ぐらいまで寝たいと思います。7時8時、はい、まあ、9時には撤収できるよ。まあそんな感じの、そんな感じです。はい、はい、では皆さん良い夜を、良い夜をお過ごしください。ローカルキャンパスの森君でした。ローカルキャンパスのあらちゃんちゃんでした。ちゃんちゃん子でした。おやすみなさい。はい、昨日ちょっと暗くてご紹介できませんでしたが、アラシンチャンネルのアラシンさんの、エビリ、昨日は車中泊での参加ということで、はい、中がねこんな感じで、はい、非常に乱雑ですが中にポップアップシェルターをぶち込みました。メッシュのポップアップシェルターをぶち込む、そして夜は後ろを全開にして開けて寝るっていうね。でこの荷物、中にあった荷物を、後ろのこちらのヒッチキャリアに乗せて、まあ、夢を乗せてますよ、アラシンさんはね。こうやって夢を乗せてこっちにアラシンが乗るという、そういうスタイル、ね、そうです。今日の枠はエブリです。初めて車中泊しました、はい、まあ車中泊って昨日ね、モリコンちゃんから夜電話がかかってきて、慌ただしく中をちょっとチャ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 ってやってまあここに来たわけなんですけど、はい、まあもっと綺麗にセッティングすればもっといい使い方ができたんでしょうけど、うん、もう本当ものの15分20分ぐらいでもうパパパパンみたいな、うん、これしかなかったっす、うん、でもこれ結構快適に寝れました、うん、これいいですよね、うん、気持ちよかったね。ぜひこちらね、ポップアップシェルターこれ使い勝手がいいんでね。いよいよいよい。アラシンさんも僕も持ってて、あのレビュー動画出してますんで。本当この下もこんな感じでね。うん。あ、マット引いて。うん、あのこれはね、これミソですよね。そうですね。やっぱり段差が気になるんで。段差をなくすみたいな。こんくらいの段差があるんですね。段差をなくして、そう、夢隠さず。夢隠さず、はい、尻隠さずって感じでね。そうです。はい。まあそんな感じでアラシンさんのエブリーの紹介でした。はい、今日はここでキャンプしました。はい、朝先ほど起きまして、いやー昨日4時ぐらいまで、はい、アラシンさんと、夜会を楽しみというか、僕がもう強引にオファーを出して、まあ、来てくれる本当に大好きな焙煎です。大好きなパイセンです。でもね、こんだけ、まあ、日本酒もこれ1本これあったんですけどね、もうだからちょっとしか、トリス もうこんだけになっちゃって、まあ、これがね楽しかったというのを物語ってるっていう、
まあ、そんな感じの、そんな感じです。はい。アラシンちゃんが少し、この、ここでご飯を食べてるっていうのがいいね。ここで。いますよ、ほら。ここね。今日は手巻き寿司食いました。手巻き寿司。あ、手に今掴んでます。アラシンさん、ほら。はい、そしたら朝飯ですね。今日はこちらの100均で売ってる蒸し器、こちらですね。こちらのこれを使って、はい、キャンプで初めて、肉まんをちょっとね蒸して、朝ごはんの代わりにしたいと思います。はい、肉まん。何回見ても肉まん。はい、こちらを食していきたいと思います。はい、そうこうしてるうちに肉まんが多分できました。はい、いきます。1、おお、大丈夫かな。あっつー、あっち、あっちいいぞお前。あっ、やっちゃったよ。てれー、モリコンアウト。モリコンアウトですよ、これね。モリコンアウトです。あ、うまい。っていうか、雨がすげえっすね。だいぶ降ってきました。はい、ですね、片付けも、済みまして、これからぼちぼち帰りたいと思います。まあ、今回、まあ、結局ですね、ソロキャンプではなかったですけど、仲間のね、アラシンさんに、まあ、夜来てもらってですね、一緒にお酒を飲んで楽しめたというね、非常に楽しかったです。アラシンさん、この場を借りて、ありがとうございました。はい、まあ次回ですね、またキャンプ、近々予定しておりますので、ご興味のある方はですね、またご視聴していただけると嬉しいです。はい、まあ、そんなわけで今回の秋ソロキャンプなんちゃってですけど、はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。はい、次回の動画で会いましょう。モリコンチャンネルのモリコンでした。